私がちょうどメガスター2というプラネタリウムを渋谷で初公開していた時ですね、私のプラネタリウムのことが新聞に大きく掲載されたんですね。で、一方世界トイズさんの方で当時いたプランナーの加藤さんという方がいて、で彼はなんか仕事がなんか忙しくて、その中で家に帰ってふっと星空を見上げたくなったんだそうですね。部屋の中で見られたらいいだろうな、新聞記事を見たら私のことが載っていて、で連絡が来て、まあ、簡単そうじゃないなと思いました。私の作るプラネタリウムは業務用の何百万円とかっていう金額だったんですけど、わずか数千円で作らなければいけない、これはちょっと私もやったことのない世界だったんですけど、面白そうだなと思って乗ってみることにしました。まずレンズを使った光学式プラネタリウムというのが共通点 で、今まで家庭用のものとか個人で手作りするものはほぼ例外なくピンホール式だったんですけども、一般に市販する家庭用のプラネタリウムでそれをレンズ投影式にしようというのはホームスターの目標でした。でコストもかかるし、いろいろと技術的な問題もあって一時期諦めかけたんですけども、ピンホール式の方が楽じゃないのっていう考え方もちらちら脳裏をよぎったんですけども、それでは意味がない。でホームスターで一つだけ大きく削った要素があります。それは普通の業務用プラネタリウムは360度星を映す機能があるんですけど、ホームスターでは天井に限定しました。つまりレンズを1個だけにすることによってコストを販売できるレンズに抑えると。その割り切りがなかったらホームスターは生まれなかったと思いますけども、まあ部屋の中で専門の施設みたいなドームの天井は用意できませんから、天井だけに星を映すっていうのは裏を返すと映す場所を選ばないということになって、それもホームスターをヒットさせる要因になったんですね。ホームスターはメガスターのようにコストをかけられないんですね。でメガスターの原板というのは金属原板といって、ガラスの基板の上に薄い金属膜をコーティングして半導体のマスクを作るような原板を作ります。でもそんなやり方をしていたらとても商品にはなりません。ホームスターの場合写真のフィルムを使うんですけど、まずいかに高い解像度のものを出すか、コストを下げてですね、その材料選びが一番苦労したところです。あと天の川を星の集団で表現するということを土壇場で盛り込んだのが良かったと思います。で実はホームスターは発売当初星の数が約1万個ぐらい、天の川を映すっていうことは想定してなかったんですね。で私が直前になって天の川を星の集団で表現したらもっと良くなるんじゃないかなって考えつきました。で当時担当の加藤さんにそれ言って、え今からですかって言ったんですけども、でも私はそれを作って見せたんですね。そしたら確かにこちらの方がいい、でこれに入れよう、でもどうしよう、箱にはもう星の数1万個って書いてあるけど天の川入れたら6万個になっちゃった。まあ一瞬考えたんですけども、1万個と書いて5000個だったら詐欺だけども、逆だったらいいんじゃないのということになって、で交渉1万個、実際は6万個というホームスターが世に出ることになりました。